どんにょん、おはこんばんちは。前回の動画では風邪をひいて声がおかしかったにょんです。無自覚でしたが、キネイマルです。本日はストリーツオブタルコフの路上清掃に来ています。早速不穏な死体ですね。序盤に嬉しいガスアナライザー持ってるから、なんとか帰りたいにょん。武器もなかなか素晴らしいものをお持ちで。これゲーム開始時にも配られてる。くそ使いづらいボルトアクションにょんよね。まあ同時に配布されてるスコープが14倍なのが悪いですけど、今乗ってるスコープなら、とても使いやすい銃ですよ。ほんとにょんか？では試しに、今聞こえてる足音の主を倒してみましょう。おそらく先ほどのスカブを倒したやつに違いありません。とんでもない銃声なんだけど。さながら大仏ライフルみたいな銃声ですよね。やばい、足音的にもう一人いるっぽい。やっちゃいましょう。PMC を倒すのも清掃部のお仕事のうちです。スカブで配布される M700 は、使用する弾薬がゴミなので、確実にヘルメットではない部分の頭に当てなければなりませんが、本来は M80 や M61 といった優秀な弾が使えるので、箱から出してポンって使える武器として優秀なんですよね。それってカスタム性が低いってことじゃ。すでに完成されていると言いなさい。あ、はい。初期配布されるスコープこそゴミですが、序盤に通うウッズのクレートなどから、今ヨウムさんが使っている視認性抜群のスコープや、1倍6倍の可変スコープが手に入り、初期配布のスコープマウントに装着が可能。サプレッサーもウッズで手に入るので、序盤 M700 店売りする人。バカです。それってあなたの感想にょんよね。っていうか、めっちゃ警戒されてて撃てるチャンスが。警戒しているということはこちらの場所がわかっていないということ。カバンを捨てているということは、重すぎている後に影響が出ているということ。それほどファームしたのに味方を見捨てないのは、倒された味方の装備がめっちゃいいということ。チャンスです。落ち着いて一撃で仕留めましょう。打ち合いになれば装備差で勝てませんが、初段だけならこちらが有利です。やばい、マジで緊張してて汗出てくる。狙撃手最高の瞬間の一つです。やったにょんな。スカブの聖地、レクソスを荒らす PMC2 名を排除。これは大手柄ですぞ。装備やべえ。まだ序盤も序盤なのに、もうこんな装備？しかもこいつのドッグタグ見てくれにょん。スタイリッシュヌーブで草。BF3 や BF4 ではクソお世話になったにょんな。何回殺されたかわかんねえ。一方的なマイナス認知やめてもろて。でも安心してください。そいつ偽物ですよ。いや、ステルも数字も完璧にょんよ。同じ名前はつけれないはず。あの人、出待ちとかクソキも先方しすぎて、ヘイト買うのが嫌って理由で名前変えてますからね。名前取られてますよ。出待ち狙撃にはとてもシンパシーを感じずにはいられません。一方的な交換認知やめてください。ふう、しかし最初に倒した偽物くんだけでめっちゃ物資美味しいにょん。あとは偽物の連れの物資ですね。いい武器持ってそうだし、M700 とはここでお別れ。なんですと？スコープだけは持って帰っておくにょんな。お家にある M700 につけて遊ぶしかないですね。さーて、後で倒したやつのカバンも探さなきゃにょんね。もう今完全に見た目が重装 PMC なので、プレイヤースカブにもお気をつけ。やばい、なんか PMC みたいな見た目のやつ来ちゃった。ここは一時撤退するにょん。やけど二人目の物資が。この欲張りすが、もう十分うまい思いしてる。あ、カバンこんなとこに捨ててあった。欲に忠実なのはどっちですか？つい無意識に手が伸びたにょんな。ちょっとだけ中身覗いていくだけだから。えげつない満載で草。うひゃー、序盤のボルトは超高級品。このジュースも、後々注射の作成に使うし。できちゃいますよ。あ、ウォーターフィルターまで。物資漁るのうまいのは後に倒したやつの方だったにょんか。これもういっそ漁夫も倒して漁るべきでは？でもスカブだったらカルマ下がっちゃうし。でもその見た目じゃ相手からは絶対撃たれますよ。私も迷わず撃ったにょんしな。ここに一旦カバン隠して、スカブのボイスラインで話しかけてみるとかは？いや、普通に相手も PMC みたいな見た目だったので、PMC だった場合にかなりまずい。頼むー、気づかずに言ってくれー。5分ぐらい経過して、どうやらハイエナし終わったみたいですね。めっちゃ警戒した足音がこっちに来てる。あ、これもう絶対見つかりますわ。絶対にお前にだけはやられんぞー。それはニョンの獲物だニョン。ナイスショット。バロラントで鍛えられた。中の人の腰打ち精度。いやしかし、迷わず撃ってきましたね。ニョンも迷わず撃ったからギリ勝てたニョンね。ある程度警戒し終わったので、こいつが横取りしたアイテムを回収するにょん。この身なりでこいつスカブだったんですね。二人目の装備は白の MDR。さっきのデカバックパックも回収されてたにょんな。無事取り返せてよかったですね。それで、キネイマルは何してるにょんか？いやはや、また M700 を持ったスカブを見つけたので、ちょっと私も US に浸ってみようかなと。別ににょんは浸ってないけど。またまた、二人も狙撃で倒しちゃったら、知ってしまったんじゃないんですか？何を知ってしまったっていうにょんか？狙撃の喜びですよ。何を言ってるにょんか？自分より強い装備の敵が、自分に気づくこともなく死んでいく、そんな市場の喜びですよ。いやけど狙撃するにしても、日中の大通りで天日干しに並んでも、ストリーツオブタルコフの大通りには死体がたくさん、挙句、左右の建物など見なければならない場所も多いですから、
実はじっとしてれば大通りで寝ててもバレません。何そのバイトの上手なサボり方。普通のスカブの銃ではこんな場所で寝ててもただのサボりですが、 M700 はこの状態からでも PMC をキルできるポテンシャルがあります。本当にこいつはいい銃ですよ。好きすぎて YouTube でこいつの実銃の射撃動画見ちゃうぐらい。もっとゴテゴテカスタムされた銃が好きなんだと思ってた。私はコスパさえ良ければ箱出し即使用系好きですけどね。そういうゴテゴテしたのが好きなのは霊夢さんですね。あいつ腕章ついてる。 PMC ですね。本当に天日干し気づかないニョンか。くっそ、一瞬横向いたせいで狙撃がずれた。あ、こっち見られてるニョンよ。大丈夫、あれ気づいてないっす。めっちゃこっち見てたのに。やっぱ草木などの単純に隠蔽率が上がる場所もいいですが、こういった心理的死角をついた狙撃というのも趣があっていいですね。何を言っているのかわからないニョン。あ、また走り出した。もう少し走らせて、私とできる限り直線になるように待ちましょう。横に移動してるやつを狙撃するのは難しいですからね。直線だと頭の位置はほぼ動かないニョンからね。ぜひ 125m タスクとかを実施する際は動線について考慮してもらえると一発で殺傷を決められる可能性が上がるかもですね。やばいバイバイやばバイバイ。開幕早々ドンパチしてんなー。ここはショアラインで最も危険な場所。リゾート、タスクでマーカーを張り切ったら、がっつり敵がいて交戦中。まだ味方も結構生きてるしなんとかなるか。サンキューナイスフラグ、目の前でグリマが死亡。ソラさんはかなり前に死亡。ソラさんの装備を隠そうと回収した矢先の接敵でした。隠さなきゃいけない装備がまた増えたのか。残すは私の横でショットガンを構えているアマグリと、建物の外に飛び出して、窓から私たちの背後の階段を封鎖しているサツリのみ。背後に回られる心配はないと。相手もどうやら二人組みたいなので戦闘員2名同士のガチンコファイトですね。で、なんで武器はリボルバーなんですか。キネイマル、ダメだぞ。今回は私がリボルバーで無双する動画なんだから、お前がスナイパーでチクチクする動画じゃないんだぞ。その点で言えばもうかなり手遅れですけど、回収したソラさんの武器がタスク用ですけど中遠距離用で良さそうですね。けどマガジン拾ってないから、このマガジン分しかなくて30発はなかなか心もとないな。そう、結構当たってはいるっぽいんですけど、相手も中遠距離武器持ってそうでなかなか通路を詰めれない。マジでマーカー置きたいだけなのに、通してくれよー。エスケープフロムタルコフ、プライドバトル発生しがち。まあこれ撤退しようにも背中撃たれる可能性もあるしな。お互いに撤退できない状態になっちゃってるよな。なんか足音的に別フロアに移動してるみたいで、背中を挟まれてしまう可能性が出てきた。けど後ろの階段は窓の外からサツリさんがロックしてるんですよね。ずっと階段見てくれてるらしいです。ただあまりにも足音が別フロアを移動して後ろに移動してる。いや通過しとるやないかい。ガッパザロック。そう、二人とも素通りで後ろ回り込まれたんだけど、一人は倒せましたね。マジでこれサツリ疑って後ろ見てなかったらやられてたよ。なおこちらが大本営発表です。どうなってんだよお前。いやけどまずい、これもうほとんど AKM に弾がない。タクスはリボルバー拳銃か。マジでこれゴミなんですよね。なんで撮影しようと思ったの。そのクソ安そうな OPS ケースは道中倒した PMC の遺品ですね。 S ケース、私のフェイバリットウェポンの一つなので安物ですけど回収してたんですが、残弾少ないカスタム AKM か、残弾は多い安物 S ケースか、はたまたリボルバー拳銃か。どれで戦おう。なんか死んだ。悩んでる間に後ろからさらに詰められたみたいですね。サツリさん、今どこで何していますか。小屋も梅と花の先だな。こうなったら私がやってやる。選ばれたのは S ケースでした。バロラントで磨いた腰打ち精度をお見舞いだ。実際このゲームの腰打ちはめちゃくちゃ強い。危ない、ヘルメットでヘッドショット防げてますね。かぶっててマジでよかった。ソラさんのヘルメット隠す前に傷物になってて草。こいつは隠さずに我が家の家宝にしましょう。味方の装備パクりましたよこいつ。それではお楽しみの装備物色タイムです。一人目はドラムマガジン75連射魔改造 AK。 最高だな、お前は確実に強くなるぞ。一人審査基準のおかしい奴がいますね。で、先に倒したもう一人はと、RFB ライフル、M80 などの傾向を打てる単発ブルパップライフル。最高ですね、この人は強くなりますよ。好き嫌いで語りすぎだろ。ちな、RFB の人は動画視聴者さんだったそうな。大戦ありがとうございました。これはこの人の RFB を使って動画を撮るしか。本当に RFB は箱出し性能も高くて弾も強いのでいい銃です。先ほどスカブで拾ってきたライフルスコープを乗せてスナイパープレートしゃれ込みましょう。サプレッサーを追加購入し、サイトは先ほどの14倍可変スコープ。これでバシバシマークスマンプレイをしていきましょう。ウッキウキでリスナーの装備振り回してる。それゲットしたの私なんですけど。リボルバーの撮影頑張ってくださいね。さてさて、まずはシンガスステーションに来る奴らをしばきましょうか。やばい、こんなところから狙われたら絶対見つけられねえよ。私と同じマッチに入ったことを公開させてやりますよ。視聴者さんもまさか自分の武器が悪の輪廻に囚われるとは思いもしなかったでしょうね。ふむ、ただの NPC のスカブみたいですね。 RFB やはり良い
銃ですね。この距離程度では寸分の誤差すらありません。スカブの声がするし、他にもいるみたいだな。適当に転がして、後から来た PMC が触れるようにしておきましょう。触ったが最後、添い寝をしてもらうことにはなりますが。人生で一番したくない添い寝ですね。おっこ、おあつらえ向きにピルグリム背負ってますよ。あんなの転がってたら絶対触るでしょ。なあ、今ちょっと思ったんだけどさ。あと1体なんで待ってくださいね。あいつら打ち返してきてない？まさかカーニバル。そんなお祭りは存在しませんよ。これガスステーションまで100とは言わないけど、50メートルぐらいは離れてるわけじゃん。今まであいつらこんな距離打ち返してきたっけ？今期のスカブはめちゃくちゃ強い強いってみんな言ってますけど。なんか弱体化入ったという噂も聞きますね。ていうかこれ私 PMC に見つかったか？サプレッサー付きの銃で撃たれてるな。おいちょっと待て、絶対岩で車線通ってないですよ。これあれなのでは？チーターなのでは？ものすごく残念なお知らせなんですが、これチーターじゃないですね。え、けど絶対この岩で車線切れてますけど、確実に私を狙ってる資金弾が。着弾してるし、間違いないな。一緒に来ている撮影班曰く、スナイパースカブらしいですね。絶対視界も取れてないでしょこれ。みんな武器がサブマシンガンとかショットガンなので倒せないそうですよ。ねえ、ついに岩貫通してきたんですけど、いやもうこれチートでしょう。ただの NPC のスカブなんだよな。だったらバグだよ。こんなのでどうやって狙撃すればいいんですか。クラス4のアーマーが一発で貫通しやがった。まだ撃たれてて草。けどこれ弱体化されたおかげで、まだ頭に当たってないだけで、弱体化前だと、すでに2回は頭を抜かれてますよ。マジでヤバいって、これサプレッサーついてたとしても、全く射撃音聞こえてないですよ。ってことは100メートル以上の有視界、しかも岩や木には無視してますって、単純な地形や壁で視界を切らない限り、無限にロックされ続けてる。ちなみに今期のスカブはロック時間が長ければ長いほど、有効射撃の確率が上がるような仕組みっぽいな。このクソスカブ野郎が、よくも私の US 動画に泥を塗ってくれましたね。これで大体200メートルぐらいかな？さすがに200メートルの有視界はないっぽいな。ふう、これで一安心ですね。ちょっといろいろありましたが、今度こそ US を再開しましょう。再び先ほどの狙撃ポイントに戻ります。今期は本当にスカブの目が良すぎるな。油断も隙も怪しい。怖そう。いや、なんで撃たれてる？別のスナイパースカブです。いやもう本当にこれチーターじゃないの？なんでもチーターだというのは雑魚プレイヤーの言い訳だぞ。どう見てもチートなんですよ。私今草の塊と斜面で絶対射線切ってたから。クソドイツだ、絶対許さんぞ。いやもはやスコープを覗かせてすらくれない。待って、他の撮影班はなんで撃たれてないの？邪悪な魂にしかスナイパースカブは反応しないのだ。おい、これで資金弾飛んでくるのおかしいだろ。休止中いろんな EFT 動画見てましたけど、スナイパースカブから逃げ回る動画はなかったですね。 EFT 界の恥さらし。お前ら好き勝手言いやがって。こうなったら山の端っこまで行って150メートルぐらい距離取ったら、さすがにロック外れてこっちから撃てるでしょ。斜面で絶対車線通ってないのに資金弾来るの面白すぎる。これヘルメットかぶってないから頭に当たれば即死だし、なんならアーマーももう絶対防いでくれないから胴体でも余裕の2パン死亡ですね。 PMC とまだ出会ってもないのにアーマーズタボロで笑うわ。こっちはマジで笑ってる余裕ないんですけど、霧で防ぎながら移動してるから食らってないだけですからね。本当に許しませんからね。どうせ工業地帯の屋根の上でしょ。狙撃位置さえ分かってればこっちだって対処できるんですから。ビビりすぎて霧の隙間から様子伺ってたら世話ねえよ。今度は軍事検問所側のスナイパースカブに見つかりましたね。もう終わりだ、死ぬしかない。こんなのどうやったって倒せるわけないじゃないですか。屋根の上だと思われるやつも霧の隙間から撃ってきてたしな。ワンちゃん検問所の方倒せないの？そっと顔出して覗いてみるだけでいいしさ。あんたら私がスカブに倒される動画望んでるでしょ。こっちは1400時間 EFT やってんですよ。今さらスナイパースカブに倒されるような素人じゃないですよ。ここまでのはさすがに動画用の演技ですからね。すいません、調子に乗ってました。1400時間、死人すらできず。今期からエスケープフロムタルコフを始めた初心者さんがたくさんいますが、スカブに倒されても当然です。自信をなくさないでください。今期は本当におかしいぐらい強い。初心者が序盤に使える精度の低い銃や弱い防具だと余裕でスカブにしゃぶられるなんてことざらですからね。もう鎮痛飲んで味方のところまで走っていくしかない。そんで撮影班にこの兵糖を押し付けるのだ。マジでロック距離としつこさが半端ないな。ここまで逃げればもうあと少し。この丘を登りきれば味方と合流できます。まんまと敗走してて情けない。痛い痛い痛い。待って、両腕やられた。マジで無音で腕だけ吹っ飛ばされてる。これがチートじゃないなら何がチートだって言うんですか。というか腕が両腕知ってどういう当たり方したんだ。胴体が無事でよかったな。これが無事に見えますか。とにかく重出血を止めて両腕を手術できる場所まで逃げないと。頭をできる限り反対側にした状態で匍匐姿勢。最悪撃たれても足に当たって頭は守れるはず。この状況でもまだ撃ってくるのか。見つかったら最後、死ぬまで撃たれますね。今だ、走って逃げる。この後、無事に脱出口まで逃げおせたにょん。砂スカにボコられて帰宅するとはな。1400時間やってて初めてだよ。
インテリベや最速脇、味方が漁りに行くみたいですね。お前はどこに向かってるんだ？狙撃手とは、味方とは別位置から援護するもの。味方と同じ建物に入っていては元も子もありません。味方の建物を援護できる位置に潜伏する。これマークスマンの基本です。確かに、アニメとかでも狙撃手だけ高い時計塔の上とかにいますよね。あの離れた場所から味方を的確に援護するの憧れるよな。こんな雑草の中からは憧れないですよね。しかも見つかってるしな。己スナイパースカブ。ですが今回はさっきみたいな森の中とはわけが違う。お前の位置も車線もバッチリ通ってるんですよ。森に隠れてたはずが、こっちに一方的に不利な視界になってたもんな。見つけました。奴の精度が上がっていない今のうちに倒しますよ。おお、今回は一発で仕留められましたね。ザマーネイってやつですね。さて私は味方がインテリベアを漁ってるのを守護する位置に移動しますか。お前もああいう高い塔の上から援護してほしいんだけど。あれね、かっこいいだけで相手からも見えちゃうからね。ああいうわかりやすい場所って本当は狙撃に向かないと思うんですけどね。私はこういう茂みの中とか、起伏の上みたいな、本来警戒しない場所から車線を通すのが通だと思いますけどもね。まあそんな雑草まみれの隅っこなんか誰も見ないよな。あれ？なんか足音が近づいてますよ。バッキンスカブ、こいつら今季マジでどんな嗅覚してんだよ。なんか治療音とか聞くと、より詰めたりするらしいですし。マジで賢すぎて怖いわ。夜間のスカブは撃たれて逃げるときは、手元のライト消しますからね。撃ち合いになるとまたつけてくる。ニキータちょっとやりすぎじゃない？初心者みんな泣いてるよ。ベテランもここで泣いてます。まあでもユーザーに不利な変更しかしないことで有名な運営が、さすがに弱体化させる程度には今季のスカブは強かった。相変わらずローグとかはめちゃくちゃ強いままで、前期までローグで荒稼ぎしてた人たちが泣いてますよね。おっと、そんな話をしてたらインテリ島で何やら戦闘音が。どうやら正面から入ってこようとした敵と戦闘中みたいだな。まあ普通に正面突破は難しい上に味方がたくさん中にいますし、敵が逃げないのであれば、裏口とか使って揺さぶりをかけるはず。ここの茂みは裏口と外階段の両方が見えるので、敵が複数人の部隊だとしても、余裕で対応できますね。建物の中に集中してるでしょうし、まさかこんな茂みで天日干しになってる狙撃手がいるとは。まあタルコフやっててここから狙撃されることねえよな。まあ警戒して真剣説ぐらいですよね。おっと、壁際を使って裏口に回ってきましたね。私たちが裏口を使って飛び出してこないか警戒してますね。まあもともと入ってないんですけどね。あれは多分完全に裏口側に回り込んできますよ。チャンスがあれば狙撃しちゃいましょう。まだ建物と外壁の間にいるっぽいかな。まあ待つのが仕事の9割、それが狙撃手ですから。最も必要な才能が忍耐。打ち合いのセンスとかほぼ必要ないですからね。これには相手も理解不能だよな。でわわわわわわわ、ちょっと今狙撃して余韻に浸ってたところだったのに。これ新建設のスカブが機銃使ってますね。マジでスカブが一番怖い。絶対狙撃した相手には場所バレしてないのに。優越最大の敵はスカブだったか。機銃が収まったので、死体の確認です。果たして君は何を持ってたのかなと。近代化 OPS ケース。霊夢さんの好きな武器でしたね。等倍サイトついてるのはやり直しポイント。やはり4倍、6倍に可変できるものじゃないとね。可変倍率スコープ、値段がちょっとね。まあ物によっては SKS がもう1本買えますからね。それだけの価値はあると思いますけど。よしよし、最後は夜にも狙撃しちゃいましょう。リスナーの RFB は一旦倉庫に大事にしまっておいて、初期配布の M700 に、サプレッサーとスコープを搭載、暗視スコープで夜の暗殺者プレイです。なんで這いつくばってんの？ちょっと予定より体が重くなってしまい。54キロは重すぎるだろ。うげ、もたもた移動してたら敵が来ちゃいました。一直線に迫ってくる足音。これ場所バレしてるなぁ。伏せて体力回復姿勢に入る前に、見られてたんでしょうね。やばい、ボルトアクションライフルで接近されるのはまずい。けどこの荷物じゃ今さら動いても逃げ切れない。夜とはいえ、月明かりもあるしさすがに見つかりそう。足音は2つですか。いやめっちゃ腰打ち、ユーティフォーじゃねえよ。バロラントってエイム練習ツールとして優秀だとは思ってたけど。ほふく状態とはいえ、この距離腰打ちヘッショ決まったのは、もうさすがにうんとしか言いようがない。とんでもなく強い悪運だよな。相手完全にこっちを視認してましたからね。一旦グレネードで牽制して、距離を取りましょう。威嚇で一発入れてるものの、この距離じゃさすがに戦えない。相手が走って逃げてるのが聞こえるな。であればこちらも一旦カバンを捨てて、身軽になって距離を取ります。この暗闇の中、果たしてカバンを回収できるのか。大して離れないので大丈夫。なはず、こっちは暗視ゴーグルがあるので、この茂みを利用して索敵します。月明かりにさえ当たらなければ、ナイトビジョンが有利だよな。裸眼でも視認できるとはいえ、圧倒的に輪郭がはっきり見えるのはナイトビジョン。こちらが茂みに隠れてしまえば、相手はほぼ発見不可能でしょう。なおこの後膠着した結果、相手が諦める形で終戦しました。まあこれは無理だよな。こっちとしてもボルトアクションライフルなので、距離詰めるわけにもいきませんしね。なお脱出時間の関係で、カーバッテリーを捨てざる得なかった模様。できる限り体を軽くしないと、脱出できない残り時間でした。もう誰も幸せになってないじゃん。いえ、倒した相手の装備は持って帰ったので私は幸せになりましたけどね。最後の狙撃チャンスは、相手が足を滑らせたことで不意に。操作ミスで稜線から落ちたんだろうけど、命拾いしたな。このまま走って出口に行っちゃいましたね。
そしてもって別のヨルークスレイド、佐藤村と呼んでいる北東の村エリアで、何やら銃撃戦の音が、森の主の空さんと二人で急いで駆けつけてみました。撮影班の中でも、草の人と空さんは圧倒的にうっつに造形が深い二人。イエガーの称号を自称していますからね、オプト重生。タクシー脱出のあたりかな？でまたスカブの邪魔が。腰打ちに味を占めた男。ダメだ、さすがに立ち姿勢だと安定しないですね。一旦撤退撤退。っていうかまたアーマー貫通してんのか。スカブくんちょっといい弾使いすぎじゃない？あ、この距離で回復したら。そうだった、回復音聞いて突っ込んでくるんだった。腰打ち一発当ててと。右腕打ち、重出血。二発当てても死なないの？三発目も耐えですね。まさかカーニバル。モーニャ君強すぎで草。なおこの後モーニャ君にソラさんも処された模様。25レベと30レベが揃って何してんの？私のナイトビジョンゴーグルが。モーニャ君、AP 弾とかいう最強の弾を使っていたようで、当然4アーマーぐらいじゃ止められるはずもなく、今回は久しぶりに死亡で動画は終わりになります。皆さんもスカブにはお気をつけて。ご視聴、ありがとうございました。